タイトルはジョーズの思い。ごめんなさい、間違った。本当のタイトルはコミュニケーションが難しい、心が大事。コミュニケーション。すみません、私の間違った。じゃあ新しいタイトルはコミュニケーションが大事。コミュニケーションが大事。大事。心。コミュニケーションが難しい。難しい。心が大事。が新しいタイトル。はい、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。何はい、私は今日皆さんの前で話せることを嬉しく思います。日本語を話すことを勉強するのは難しいですが面白いです。でも多分もう難しい。これから私が経験した日本の人との会話での出来事を少し話したいと思います。私が日本の文化に興味を持ったきっかけは空手です。10歳の時から空手を始めました。空手は私に毎日新しい学びがあることを教えてくれました。日本に来る前、空手を通して日本語でのコミュニケーションは難しいと感じていました。私、ある日シカゴで私と空手の内弟子は空手を練習していました。その時弦楽をしている人がいました。彼女は空手教室に興味を持っていろいろ質問をしていました。内弟子さんは英語を勉強していたので、私は彼に頑張って英語で話してくださいと言いました。彼はすごく上手コミュニケーションでできました。空手教室のチラシがテーブルの上ありました。彼女はそれを見つけて、これをもらってもいいですかと聞きました。でも彼はちょっと考えました。のダメだってと言いました。びっくりですよね。なんでか分かりますか。ちょっと英語で練習しましょう。彼女は英語で Can I take one of those sheets? と聞きました。 One more time. Can I take one of those sheets? 持ってもいいですか。彼は考えました。Can I take one of those sheets? Take one of those sheets? No. ダメ。テイクワンドじゃない。空手。だって。本当だよ。もう一つ聞きたいですよね。私が日本に来た最初の頃、子供に英語を教えていました。私は子供大好きです。大好き、面白い、頭良い子供は。ある日の時、私とミクちゃんが一緒遊びました。突然ミクちゃん私を見ました。アンジェロ先生。ペラ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 。その時日本語は全然わからなかったでしたが、でも私はどうか分かってるように振る舞い、そうだよね、いいね、いい感じだよねと答えました。ミクちゃんはとっても不思議そうに、と言っていなくなりました。そこして
少しだってまだミクちゃんが来ました。またアンジェラ先生ペラ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 あ、もうまだわかりませんでした。もう一回、あ、そうよね、いいね、ナイスジョブね。3回目も同じようにミクちゃんは聞いて日本語をペラペラ話しました。その時、これは大事だよと思いました。だから私はミクちゃんに日本語と英語が話せる先生に教えてくださいと言いました。そしてミクちゃんは日本人の先生に日本語で話しました。ミクちゃんが伝えたかったことは何か、それは私のズボンの社会の窓が開いていったのです。これらは私が経験したことのほんの一番です。多分皆さんも何かコミュニケーションで難しいと思ったことがあると思います。でもそれストレスに思うのではなく、何か新しいことを発見できる機会だと思って楽しんでください。空手のように拍手。では、同じように。